藤若菜さんの登場です。加藤さんはアカシアの雨が止む時を歌っていただきますが、この歌は昭和35年西田幸子さんの歌唱により発売されました楽曲で、その後日活で映画化もされております。西田幸子さんがこのアカシアの雨が止む時をレコーディングする際に、なかなかうまく歌えず苦労していた時に、この曲の作詞者であります水木かおるさんから、この曲は芹沢幸次郎さんのパリに死すという小説をモチーフにして書いたものと言われまして、パリの風景を想像しながら歌ったそうです。それでは歌っていただきます。加藤若菜さん、アカシアの雨が止む時、お願いします。